皆さん、こんにちは。長健医です。よろしくお願いします。この説では、日本語の福祉説について一緒に学びましょう。まず、福祉説とは何か。福祉説は、述語の修飾したり、文全体を修飾したりする働きを持ちます。例えば、父はいつも新聞読みながら朝食を食べる。 もし不満があるならそう言ってほしい。副詞節と同じ意味内容を節の形式でなく動作や事態を表す抽象的な名詞を使って表すことができる場合もあります。例えば、言語学の研究のために留学した。事故のために列車が時間遅れた。次に、 福祉施設の形式と分類ですか福祉施設を表す形式には、術語の活用形、術語活用形プラス取り立て助詞、形式名詞プラス角助詞、術語活用形プラス従属接続助詞、設備字的な語、接続語句などがあります。 福祉説が表す意味には、時、原因、理由、条件、情報、付帯状況、容態、逆説、目的、程度などがありますが、この説では、時を表す福祉説、原因、理由を表す福祉説、条件、情報を表す福祉説の3つを学んでいきましょう。 まず、時を表す副詞説ですが、時を表す副詞説は、主説の表す事態が起こる時を表すものと、主説の表す事態が続いている期間を表すものがありますが、このうち前者は、主説の表す事態の時そのものを表すもの、副詞説の表す事態の時が、主説の表す事態の時より、 相対的に前であるか、後であるかを表すもの、主節の表す時が、副主節の表す期間の中に含まれることを表すものがあります。主節の表す自体の時を表す副主節には、時、折、歳、旅があります。例えば私が16だった時、彼女はまだ 7歳でした。10、私たちは、私が大学の助手になった時に結婚しました。また、途端に、や、否や、なり、などのように、副施設の表す事態が終わった時と、主節の表す事態が始まる時とが、同時であることを強調するものもあります。例えば、バスを降りた途端、 土砂降りの雨が降ってきた。副施設の表す時が、主節の事態の表す時より後であることを表す副施設には、前に、以前にがあります。例えば、試験を受ける前にトイレに行った。副施設の表す時が、主節の事態の表す時より前であることを表す副施設には、どうしたけ、 プラス、あと、後、動詞手形プラス、から、以後、などがあります。例えば、採決が終わった後で大勢の人が反対意見を言い始めた。休みになってから生活が不規則になった。福祉節の表す期間に、 主節の事態の表すときが含まれることを表す副主節には、術語基本形プラス、うちに、間に、までになどがあります。例えば、田中くんがいる間に一度泳ぎに連れて行ってもらいなさい。夏休みが終わるまでに報告に来てください。うちには状態の表現をとって、 その状態が終わる前に、主節の動作が実現していなければならないという限られた期間を表します。また、動作の表現につくときは、否定の形式を伴います。この場合、副主節の表す事態が成立する前に、主節の動作が実現していなければならないという限られた期間を示します。例えば、 彼がいるうちにいろいろ聞いておきなさい。雨にならないうちに帰ろう。一方、事態が続く期間を表す福祉節には、主節の事態の終了時点を指定するまで、主節の事態が継続する期間を指定する間などがあります。例えば、会議が始まるまで休んでおこう。 息子が修学旅行に行っている間、我が家はとても静かだった。次に、原因、理由を表す福祉説ですが。原因、理由を表す福祉説は、自体下の因果関係を表現するものと、判断、態度の理由や根拠を表すものがあります。 自体間の因果関係を表す副詞説には、ので、ために、結果、だけに、あまり、せいで、ばかりに、術後的などがあります。のでは、与えられた事態の性質から一般的知識として導き出すことのできる別の事態を述べる場合に使います。ために、結果は、 ある個別の事態を原因として別の事態を説明するときに使われます。だけにはある性質から一般的知識として導き出すことが自然である別の性質を提示するのに使います。あまりは何らかの程度が過ぎたことが原因で結果としてある事態が生じたことを述べるときに使います。 例えば、彼は心配するあまり寝込んでしまった。せいてばかりには望ましくない事態の原因を、おかげでは望ましい事態の原因を表します。ただし、おかげでは、自重的な言い方では望ましくない事態の原因を表す場合もあります。例えば、君があんなことを言ったせいでとんでもないことになった。 あいつが辞めたおかげでこっちは二人分働かされた。術後の手形は時間的に先行する動作やその時の状態がある結果の原因とみなされる場合に使われます。例えば、腹が減って口も聞けなかった。お金がなくて困った。判断、態度の理由や 根拠を表す副詞説には、から、のだから、もので、ものだからなどがあります。例文は以下のようです。これらは自分の責任で下した判断や態度の根拠を相手に示す表現です。したがって、相手の行動を求める権利がない場合や、相手に許可を求める場合に、 カラーなどを用いると自分の根拠を相手に押し付ける感じがして多少失礼な印象を与えることもあります。例えば用事がありますから失礼します。脳宝はすでに聞き手も知っている事態を根拠として判断、態度を述べる表現です。聞き手が知らない事態につく場合は 相手も当然しているべきであると強調する感じになります。例えば、そんな問題、簡単なものさ、僕は天才なんだから。最後に、条件、情報を表す副詞説ですが、条件の表現は、ある二つの事態下の依存関係を表しますが、情報の表現は、ある二つの事態下の 依存関係を一旦仮定し、それが必ずしも成り立たないことを述べます。条件の表現は、ある事態と別の事態との依存関係を表しますが、この依存関係には法則的なものと偶有的なものとがあります。法則的な条件表現とは、与えられた条件下では、ある事態が起こることが 必ず別のある事態が起こることを意味します。この表現には、術後の基本条件形、罰形が用いられます。ことわざや格言でよく用いられます。例文は次のようです。偶有的な依存関係を表すものには、術後の基本形プラスと、と、述語の他形条件形があります。このうち、 時計は話し手が事実として認識している依存関係を表します。例えば、彼は少しでもお金が入るといつもそれを博打に使う。この商品は涼しい季節になると売り上げが落ちる。一方、たらけは事態の実現に重きを置いた表現で、動体同士のたらけが用いられる場合は、 事態の完了性の意味が現れます。例えば、この仕事が終わったら少し休みましょう。もし誰か来たらすぐに知らせてくれ。時計とタラけはすでに成立した個別的事態についての依存関係を表すこともできます。例えば、書店から出ようとしたら知っている人の顔が目に入った。 花の子は家に帰るとすぐ友人に電話をかけた。類似した表現に術語竹プラスところがあります。例えば論文を提出したところ思いかけなくも受理されてしまった。条件の表現には術語基本形竹プラス接続助詞ならとすれとしたらとするとのように 現実から独立した家庭的な事態の間の依存関係を問題とするものがあります。この場合、家庭を強調する陳述福祉、もし仮になどを伴うこともあります。例えば、もし住民が一人でも反対するなら、橋一つでも作りはしない。もし彼の理論が正しいとすれば大変なことになる。 奈良系には相手が提供した情報を正しいと仮定して、それから出てくる帰結を述べる使い方もあります。例えば、太郎も出席するんだって、太郎が出席するなら僕は行かない。奈良系が表す仮定の説が相手の情報に基づく場合、聞き手の領域であることを示す、それなどで受けることができます。 例えば、太郎が来るのかそれなら僕は行かない。条件の表現には、事実と異なる事態を仮定して、それから出てくる帰決を述べるものがありますが、これを反事実的条件文と呼びます。反事実的条件文を表す形式は、自分の希望する反事実的状況を表すために、 逆説の接続助詞のにや、半事実的過程から出てくる事態を表すモードの表現や、ところだなどをつける場合が多いです。半事実条件文には、主に、化け、たらけ、持ち、時計は使えません。陳述の副詞、もしや仮につけることもできます。例文は次のようです。情報を表す表現には、 述語手形プラスも、述語多形プラスで、述語基本形多形プラスとしても、述語多形プラスところでなどがあります。情報は原則的には条件の否定とみなすことができます。情報の表現には、49のように一般的依存関係の成立を否定するものと、50のように自体下の個別的依存関係の 成立を否定するものがあります。また、51のように、すでに成立した事態に関して、その帰結として成り立つと予想された事態、予想に反して成り立たなかったことを表す場合もあります。この場合、逆説の表現に近づくことになります。以上は、時、原因、理由、条件、 情報を表す福祉説でした。